こんにちは、萩です。今回ですね、ランニングシューズの新ルール、新規定のね、話になるんですけども、市民ランナーの中でも、ここへの注目度って意外に高いなっていう感じがします。まあ、ラン仲間とね、こう話してる中でも、次のトラックのレース、何の癖出るかっていうのが結構話題になるんですよね。まあ、厚底で出るのか、まあ、規定内の薄底で出るのか、まあ、そんなね、話が出るくらい、やっぱ注目度が高いので、まあ、こうやってね、公式に使用可能なシューズはこれですよってものが発表されたら、僕の方でもね、積極的にアナウンスしていきたいなという思いがあったので、まあ、今回ね、ご用意させてもらいました。で、今回はね、デサント。デサントのランニングシューズで、800メートル以上のトラック種目にも使用 OK なもの、3つもでですね、用意させてもらったので、これのね、紹介していきたいなというふうに思います。で、僕ちょっと前に、MK ディスタンスっていうトラックの記録家に使用させてもらったんですけども、やっぱね、足元がね、気になるので、結構見ていました。で、僕はね、1500メートルに使用したんですけども、その後に3000メートルと5000メートルも記録会で開催されていて、まあ1500メートルに関して言うと、もともとね、スパイクとか薄底で出る方が多かったので、そこまで気にはなってなかったんですが、まあ3000とか5000ぐらいになると、今までのね、傾向からすると、やっぱ厚底のね、カーボンプレートを搭載シューズで出る方が多いなって印象があったんですけども、今回ね、意外と薄底多かったなーっていう感じがします。まあ、スパイクで出てる方も結構多かったし、薄底のプレートシューズ、例えばデサントの原点 EL、これ、ね、エリートモデルで出てる方もいたし、あ、意外に気にしてる方いるんだなーっていう感じがしたので、僕ね、終わった後ちょっと聞いてみたんですよ、話を。今までどんなシューズ履いてたのか、で、このルールがなってからどういう風に変わったのかを聞いたところ、まあ、何人か聞いたところ、まあ、陸連登録をしているので、まあ、世界陸連の乗っ取ったルールでやっていきたいっていう、周りの目っていうよりかは自分の中での勝手なルールでそうやってますっていう方がね、多かったです。まあ、ロード用とトラック用としっかり分けて今後もやっていきたいっていう方がいて、まあ、こういう話を聞くとね、あのこう、薄底ブーム、やっぱ再到来、こう、あるなーってね、思いがしました。僕はね、もともと薄底シューズ派だったので、この新規定に関しての抵抗ってそんなにないんですけど、なので、ね、こう、薄底ブームが再到来すると、僕の中でやっぱちょっと嬉しいなっていう思いがあります。しっかりね、やっぱ薄底のシューズも履くべきだし、足裏をやっぱ鍛えてほしいし、そういった意味でね、まあ、いろんなシューズ履いてもらいたいなと思いがあったのでね、まあ、ちょっと嬉しいなと思いがあるので、まあ、今回ね、まあ、それも含めて、デサントのね、まあ、規定内 OK のね、シューズを紹介していきたいなと思います。で、今回ね、公式に発表されているのが3つのモデルが OK とされてます。先にモデル紹介すると、これがデサントの原点 EL ですね。エリートモデル。これはほんとトップアスリートモデル用として作られた薄底のカーボンプレート搭載シューズになります。これ。これがプレートですね。可視化できるようになってます。これね、別動画で、細かくレビューを撮ってるので、ね、気になる方はそっちを見てほしいなというふうに思います。これが OK。あと、これも原点シリーズの RC っていうモデルです。これがね、OK っていうのはね、かなり朗報だと思います。これはね、かなりおすすめできるし、市民ランナーの方はね、ぜひこれでトラックレースっていうのは僕はありだと思ってます。それぐらい僕の中で今ハマってるね、シューズになります。これが RC。これも OK。で、三つ目。これがデルタってモデルなんですけども、トライアスロンシューズなんです。なんで、ランナーの方はね、あんま見たことないかもしれないんですけども、これね、意外といいです。いい。で、作りが結構独特で、まあ、トライアスロンシューズなので、まあ、トランジットの関係から、とにかくに履きやすさを重視してます。で、細かいね、作りがされていて、シューターのところにこう穴が開いてるんですよ。ここ。指を引っ掛けやすくて、すぐ履けるように。とか、かかと部分でもね、すぐこう、履けるように、細かいね、作りがされてます。なんで、裸足でも履ける作りをされているので、履き心地がいいし、足あたりもね、めちゃくちゃいいです。裸足で走れるってかなりね、足あたり良くないとできないモデルなので、かなりね、いいですね。で、オリンピックディスタンスの距離でやっているので、まあ、10キロのロードレース用としてね、まあ、作られたモデルなんで、フルマラソン用っていうよりかは、まあ、トラックで言うと5000メートルとか1万メートルで使えるモデル。なのかなと思います。これもね、まあ、紹介したいなというふうに思います。この3つが公式に OK とされているものになります。EL、RC、デルタになりますね。で、1個ずつね、ちょっとずつ見ていきたいんですけども、原点の EL、まあ、これに関してはね、まあ、注目度はやっぱもともと高かったし、僕はレビューを上げた後にもね、結構反応があって、まあ、買いましたよとか、これかなりいいですねっていうふうに言ってる方が多いので、今更細かく言うところはないんですけども、まあ、今一言で言うと、かなりね、トップアスリート向けのシューズかなっていう感じがします。で、なんでかっていうと、
これ履くとかなりスピードが出ます。めちゃくちゃスピードが出ます。出力が上がります。だけどもその分足に結構きます。ダメージが結構くるんです。なんで使い方のポイントとしては、自分の感覚としてスピードで乗り切れるぐらい、押し切れるぐらい、ある程度突っ込んでも押し切れるぐらいの距離で使用してほしいなっていう感じがします。で、僕の場合で言うと押し切れる距離って3000メートルぐらいなんです。3000メートルだったらある程度最初バンって突っ込んでもそのまま押し切れる、大失速する前にゴールできるぐらいの距離なんですね。まあ人によって多分それぞれ距離って違うと思うんです。それぐらいの距離で使用するのがいいのかなという感じがします。理由としては足にダメージが結構後半来るから大失速してしまう可能性があるので、僕の場合5000メートルとかだとちょっと筋力が弱くて使いこなせないかなという感じがします。ただし3000メートルとか1500メートルでも作られるぐらいすごい引っかかるし、プレートの推進力もすごいので、まあ使いやすいかなって感じます。なので僕の場合だとトレーニングだと400メートルか1000メートル、長くても2000メートルぐらいまでの距離でトレーニングとして使用します。まあレースで言うと3000メートルぐらいまでだったらまあ使いたいなって感じがします。ほぼねスパイクの感覚に近いんですよ。だけどあのスパイクの引っかかる感じが苦手っていう方いるじゃないですか。そういった方はねあのこのシューズおすすめですね。スパイクみたいにこう地面を針でこう刺してるっていう感じはないんですよ。ただ掴んでくれてる感じはスパイクに近いんですよね。かなりこの前面の部分の引っかかりが強いので、スパイクほどの紙はないけどもしっかり掴んでくれるぐらいがあるのでおすすめです。まあトップアスリート向かな悪い言い方すると結構諸刃の剣が感じがするんですけど、僕は結構気に入ってます。これを履いて走るとねスピードがめっちゃ出るから、400メートルとか普通のシューズと比べて2秒ぐらいは速くなります。まあその分普段僕ランニングシューズ履くとハムストリングスとかお尻が結構きつくなってくるんですけども、このエリート履くとねふくらはぎ周りが結構ダメージがくるんですよね。かなり掴んで蹴ってしまうから、まあその分スピードが出るので、まあとにかくスピードを求めたいって方はね、まあエリートモデルいいのかなっていうふうに思います。まあおすすめとしてはスピードで押し切れるぐらいの距離でまあぜひね使用してほしいなっていうふうに思います。でもう一個、これ RC、 これがね僕はとにかく今おすすめしたいです。これがね規定内に収まったっていうのは本当に朗報だと思うな。ぜひこれ履いたことないっていう方でトラック用のシューズを探してる方、規定内を探してる方はね RC ね、これ本当にいいです。ぜひおすすめしたいなって思います。で僕はこれ RC は万能シューズとして紹介していて、僕はこのシューズで何でもやります。インターバルトレーニング、Iペース、もしくは R ペースぐらい、レペテーションもこれでも全然できるぐらいやるし、ロング走もやるし、ジョギングもこれでやります。とにかくこれ一足あれば何でもできるっていうぐらい万能シューズのね、位置づけとしてやってます。そんなね、インターバルからジョギングまでできるシューズって結構レアですよね。同じぐらい、とにかく履き心地がいいし、その自分の出してるスピードに合わせてくれるっていう感じがするんですよね。まあジョギングの時にはしっかりクッショニングで耐えてくれるし、スピード上げようと思った時にはしっかりこう進んでくれるような感じがあって、もう変幻自在、こうスピードによってね、いろいろこう変身してくれるトランスフォーマーみたいな感じがあるので、これね気に入っております。これはね、ぜひね、探してる方はね、購入してほしいなっていうふうに思います。まあトラックの規定内っていうところで、探してる方はいいなと思います。これはトップアスリートも使えるし、もしくはマラソンで言うと、4時間とかサブ4とかサブ 3.5 の方も使えます。まあトラックで言うと5000メートルを、まあキロ4分とか4分30秒ぐらいの方も OK だし、まあ僕みたいに、まあ3分10秒台ぐらいで押していく方でもね、全然使えます。僕5000メートルのレース、これでも全然出れるぐらい、スピードが出るので、おすすめです。これはね、一足あるとね、ほんと便利かなっていうふうに思います。これはね、RC ですね。で、最後、これですね、デルタってなります。これはね、多分、ランナーの方はほとんど知らないかなっていうふうに思います。まあ、トライアスロン用シューズになるんですけども、これね、かなりスピードが出るのと、とにかくね、足あたりがすごいいいんですよね。まあ、おそらくですけど、僕、トライアスロンはやってないので、細かくわからないんですけども、設計的にもう、裸足で履く用で作ってるのかなっていうふうに思うんですよね。わざわざ、こう、自転車から降りて、こう、汗だくな靴下をこう、履き替えて、靴を履くってすごい時間の無駄じゃないですか。なので水泳で
はら、水泳って裸足ですね。裸足出して、そのままサイクリングも裸足出して、そのまま裸足で10キロとかマラソンを走るって方がほとんどだと思うんです。なんでおそらく、裸足用で設計されてるような感覚なのかな。なので、足あたりがすごいいいんですよね。フィット感がかなり優れているので、まあ、それだけでも十分履きやすいなって感じがします。で、僕は別に裸足で履いてなくて、靴下を履いて、これを履いているんですけども、とにかくね、フィット感が良くて、グリップがいいです。で、一応ね、トライアスロン用なので、ロードとして作られているのかなという感じがするんですけども、僕ね、これトラックでも走ったんですけども、かなりスピードが出ますし、足への負担も結構抑えられるんですよね。なんで、今ちょっと注目してるし、周りの方とちょっと違ったシューズが欲しいっていう方はね、まあこれをね、チョイスするのもね、いいのかなという感じがします。まあ今回ね、デサントで OK なものとして、この3つのモデルね、まあ紹介させてもらいました。まあ本当ね、トップアスリートかなりスピードを求めてるという方は EL をおすすめですし、それ以外の一般的な市民ランナーの方で言うと、まあ規定内のシューズを探している。だけどスピードも出したいという方は RC がおすすめ。で、周りの方でちょっと違ったシューズが欲しかったら、デルタがいいかなという感じがします。まあデサントね、ランニングシューズ、今回おすすめしたんですけども、ぜひね、まあ興味ある方ね、デサントのシューズをね、探してほしいなというふうに思いますんで。この後ね、いろいろ、規定内の公式で発表されたものとかがあれば、まあ、紹介ね、していけたらなというふうに思います。